サー・アレック・ギネスはイギリスの俳優。ロンドンにて母・アグネス・カフのもとに生まれる。出生名はアレック・ギネス・ド・カフフィ。アグネスの死生児として生まれたため、出生証明書の父親の名前の欄は空白になっていた。父親はスコットランド人の銀行家、アンドリュー・ゲディスと考えられているが、はっきりとわかってはいない。広告の仕事をしていたが演技に興味を持つようになり、 オールドビッグシアターの舞台に立つようになった。第二次世界大戦後に本格的に映画に出演し始め、1964年には舞台、ディランで、トニー賞を受賞。イギリス切手の名優として知られるようになった。ザ・ホース・ズ・マウスで、ベネツィア国際映画祭団優賞、戦場にかける橋でアカデミー主演団優賞を受賞。1980年には名誉賞を受賞した。 アラビアのロレンスのファイサル王子や、スターウォーズシリーズ旧三部作のオビワン・ケの帯のほか、t v シリーズ、ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ、スマイリーと仲間たちの主人公、ジョージ・スマイリー役などでも知られる。スターウォーズ出演を、ギネスは公開し、俳優人生最大の失敗だと語っている。この話はメディアでも有名である。スターウォーズに関する取材は、一切受けず、 ファンからの手紙も読まずすべて捨てた。1970年代以降は、個性的なバイプレイヤーとしての活躍も目立ち、名探偵登場でのコミカルで怪しげな盲目の、羊役や、リトルプリンスの厳格ながら温厚な祖父役、さらには、効果、迷宮の悪夢においても怖表な上司役など、演技面の幅広さと悪の強さを見せた。1959年に、 大英帝国勲章を受章し、同年ナイトになった。また1994年に、舞台での長年の功績が称えられ、CH になった。2000年に、肝臓癌で死去。1938年に、女優で、劇作家のメルーラ・サラマンと結婚。1940年に、息子、マシュー・ギネスが生まれ、同じく俳優となった。ありがとうございます。